はい、ご視聴ありがとうございます。これよりお送りいたします作品は吉川英治による歴史小説三国志です。この作品は新聞連載小説として戦時中の1939年から1943年まで4年間にわたり連載され、戦後に単行本として刊行されました。基本的なストーリーラインは中国の歴史小説三国志演義に従いつつも日本人向けのアレンジを加え、今日まで日本における三国志関連作品へ多大な影響を及ぼしたと言われています。作者は少年の頃、久保天瑞役の演義三国志を愛読し、日中戦争の際に従軍した経験をも踏まえてこの作品を執筆したと言われています。それでは本文をどうぞ。吉川英治作三国志第一回序はじめに。作者吉川英治。三国志は言うまでもなく今から約1800年前の古典であるが、三国志の中に活躍している登場人物は現在でも中国大陸の至る所にそのままいるような気がする。中国大陸へ行ってそこの雑多な庶民や要人などに接し、特に親しんでみると三国志の中に出てくる人物の誰かしらときっと似ている、あるいは共通したものを感じる場合がしばしばある。だから現代の中国大陸には三国志時代の知覧工房がそのままあるし、作中の人物も文化や姿こそ変わっているが、なお今日にも生きていると言っても過言でない。三国志には詩がある。単に膨大な知覧工房を記述した戦記軍団の類でないところに、東洋人の血を大きく打つ一種の会長と音楽と色彩とがある。三国志から詩を除いてしまったら、世界的と言われる大構想の価値もよほど無味乾燥なものになろう。故に三国志は強いて簡略にしたり省略したものでは、大事な詩の味も逸してしまうし、もっと重要な人の胸底を打つものをなくしてしまう恐れがある。で、私は簡略や省略をあえてせずに、長編執筆に適当な新聞小説にこれを試みた。そして劉玄徳とか曹操とか関羽張飛、その他主要人物などには自分の解釈や創意をも加えて書いた。随所原本にない軸会話なども私の点描である。言うまでもなく三国志は中国の歴史に取材しているが、正史ではないけれど、市中の人物を巧妙自在に拉致して活躍させ、五冠の第十二代霊帝の世、我が朝の聖武天皇の御世、西暦168年頃から武帝が呉を滅ぼす大光元年までのおよそ112年間の長期にわたる治乱が書いてある。構想の雄大と舞台の地域の広さは世界の古典小説中でも比類ないものと言われている。登場人物などもつまびらかに数えたなら何千何万人にも上るであろう。しかもこれに加うるに、中国一流の華麗豪壮な長と愛煙節々の情、非可公害の軸と誇張幽玄な趣と白暗惨憺の熱とをもって露述されてあるので、読む者をして百年の地上に明滅する種々雑多な人間の不珍と文化の攻防とを一巻に忍ばせて、宇多田紳士の感慨にふけらしめる魅力がある。見方によれば三国志は一つの民族小説とも言える。
三国志の中に見られる人間の愛欲、道徳、宗教、その生活、また主題たる戦争行為だとか群雄割拠の情などはさながら彩られたかの民族絵巻でもあり、その正々導流する姿は天地間を舞台として壮大なる音楽に伴って演技された人間の大ドラマとも見られるのである。現在の地名と原本の記す地名とは当然時代による違いがあるので、分かっている地方は下に中を加えておいた。分からない旧名もかなりある。また登場人物の爵位官職などほぼ文字で推察のつきそうなのはそのまま用いた。あまりに現代語化しすぎるとその文字の持っている特有な色彩や感覚を失ってしまうからである。原本には通俗三国志、三国志演義、その他数種あるが、私はそのいずれの直訳にもよらないで随時長所を取って私流に書いた。これを書きながら思い出されるのは、少年の頃久保天瑞氏の演義三国志を熱読して参考思考まで当家にしがみついていては、父に寝ろ寝ろと言って叱られたことである。本来三国志の神秘を汲むにはこの原書を読むにしくはないのであるが、今日の読者にその難重は耐えぬことだし、また一般の求める目的も意義も大いに違うはずなので、あえて諸子の希望に任せて最低上司することにした。著者、序文読み切り。第一巻、桃園の巻。第一編、黄金族。第一章、五巻の建寧元年の頃。今から約1780年ほど前のことである。一人の旅人があった。腰に一剣を履いているほか、身なりは至ってみすぼらしいが、眉はひいで口は赤く、とりわけ聡明そうな瞳や豊かな頬をしていて、常にどこかに微笑を含み、総じて癒しげな様子がなかった。年の頃は24、5、草むらの中にぽつねんと座って膝を抱え込んでいた。悠久と水は行く、微風は爽やかに鬢を撫でる。涼秋、涼しい秋の8月だ。そしてそこは黄河のほとりの大土層の低い霧岸であった。おーい、誰か川で呼んだ。そこの若い者、何を見ているんだい。いくら待っていてもそこは渡し船の着くところじゃないぞ。小さな漁村から漁師が言うのだった。青年はえくぼを送って、ありがとう、少し頭を下げた。漁船は下流へ流れ去った。けれど青年は同じところに同じ姿をしていた。膝を抱えて座ったまま遠心的な目を動かさなかった。おいおい、旅の者。今度は後ろを通った人間が呼びかけた。金村の百姓であろう。一人は鶏の足をつかんで下げ、一人は農具を担いでいた。そんなところで今朝から何を待ってるんだね。この頃は黄金族とかいう悪徒が立ち回るからな。役人衆に怪しまれるぞよ。青年は振り返って、はい、どうも。おとなしい会釈を返したけれど、なお腰を上げようとはしなかった。そして幾千万年もこうして流れているのかと思われる黄河の水を開かずに眺めていた。どうしてこの川の水はこんなに黄色いのか。右側の水を仔細に見ると、それは水そのものが黄色いのではなく、砥石を粉に砕いたような
黄色い砂の微粒が水に混じって一面に踊っているため濁って見えるのであった。ああこの土も。青年は大地の土をひとつかみ手にすくった。そうして目をはるか西方の空へじっと放った。これらの大地を作ったのも黄河の水を黄色くしたのも皆この砂の微粒である。そうしてこの砂は中央アジアの砂漠から吹いてきたものである。まだ人類の生活も始まらなかった何万年も前の大昔から普段に吹き送られて積もり積もった大地である。この広い高度と黄河の流れであった。私のご先祖もこの川を下って。彼は自分の体に今脈打っている血液がどこから来たか、その遠い根源までを想像していた。この一帯を開いた漢民族もその砂の来たるアジアの山岳を越えてきた。そうして黄河の流れに沿いつつ次第に増え、苗族という種族を追って農業を開き産業を起こし、ここに何千年の文化を植えてきたものだった。ご先祖様見ていてくださいまし。いやこの劉備を鞭打ってください。劉備はきっと漢の民を起こします。漢民族の地と平和を守ります。天へ向かって誓うように劉備青年は空を拝していた。するとすぐ後ろへ誰か突っ立って彼の頭から怒鳴った。うさんなやつだ。やい、あれは黄金族の仲間だろう。第二章。劉備は驚いて何者かと振り返った。咎めた者はどこから来たと彼の襟髪をもう容赦なく掴んでいた。見ると役人であろう。胸に剣の理章をつけている。近頃は物騒な世の中なので、地方の小役人までが平常でも皆武装していた。二人のうち一人は鉄球を持ち、一名は半月草を抱えていた。吉川英治作「三国志」その第一回、第一巻、第一編「黄金族」第二章途中まで。この続きはまた次回。